はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ジャイアンツの育成のね、4年目の右ピッチャーの木下投手がですね、なんと早手球団にですね、レンタル移籍するというところ情報として上がってきましたんで、ちょっとそれについて僕の見解などをお話ししていきたいなというふうに思ってます。はい、ですね、こういう制度って、なんかそのレンタル移籍みたいな制度って、なんかよくサッカーにあるイメージが僕ありまして、実はその、恥ずかしながらですね、そういう制度があるっていうのを、僕ちょっと存じてあげておりませんでして、初めて知ったんですね。このファームリーグ参加球団、規定というやつがあって、NPB の球団、まあ、12球団あるじゃないですか。で、その球団の選手が、今季ね、2軍にね、参入した2つの球団のチームに、まあ、5人ずつですね、派遣ができるっていう制度なんですけど、まあ、その、今回初めてね、その、レンタル移籍をしたのが、ジャイアンツの、育成投手である、木下投手がね、早手球団に移籍するというところ、レンタル移籍するというところです。で、まあ、期間なんですけども、まあ、7月22日から、まあ、シーズンペナントレースがね、2軍のペナントレースが終了する、まあ、およそまあ、2ヶ月間ぐらいの移籍をするというところです。まあですね、僕も木下投手もともとまあ知っておりまして、まあ、よくゲルシーチャンネルであったりとかそういったところで、まあ、拝見をしておりました。で、僕のまあ印象はですね、まあ非常にまとまったピッチャーだなというか、球もね、まあしっかり速い、150キロぐらいね、弱ぐらいかな、出るし、コントロールがいいイメージあるんですね。で、テンポが良くて、投げ方にもちょっと結構リズムがあって、そういったところで、まあ期待されてるピッチャーの一人なんじゃないかなというふうにはね、ずっと感じてたんですね。で、まあちょっとプロフィール紹介していくと、2021年、育成のドラフト4位で入ってきておりまして、まあ、今季の成績だけで言うと、今季2軍で2試合しか投げてなくて、0勝1敗、防御率が 4.50 というふうになってます。で、3軍戦ではですね、無双しておりましてね、5勝0敗、防御率が 0.78 というような結果になっておりまして、もともと僕の印象というか、木下、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、1年目に、まあ、3軍で投げてて、で、2軍で確か初勝利したんかな。で、2年目に、ローテ入ったんですよね。2軍のローテに入って。で、3年目が、またね、ちょっと3軍が主戦場になって。で、4年目が今年なんですよね。だから、結構こう、紆余曲折というか、2年目の2軍でローテが入って、ローテに入ってる時が一番その2軍で、試合で投げててっていうところだったと思うんですけど、なかなかまあ、そういうところでね、まあ、育成選手って、まあ、その2軍の試合に5名しか出れないとかっていう、まあ、規約とかもあったりとか、いろんなそのピッチャーの兼ね合いとかもあって、多分実力は、あるんだけど、なかなかこう、投げさせてあげれないみたいな状況も僕あったんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、球種とかも、まあ、僕が、動画で確認したところではですね、まあ、まっすぐに、スライダー、カットボール、カーブ、スプリットというね、落ち球も僕持ってるんじゃないかな、というふうに思います。で、まあ、大体、まあ、これもゲルシーチャンネルを見ての、調べなんですけども、大体平均球速144とか、まあ、3とか、そのあたりだと思います。大体5はないかなっていう、ところぐらいのね、球速で、まあ、コントロールもね、非常に、いいなっていう感じだと思います。そんな崩れるようなピッチャーじゃないなっていう風なね、ところは僕の印象として持ってますと。で、まあ、このね、新規参入球団に所属する、その説明をする前にですね、すいません、間違えました。ちょっと僕がこのレンタル移籍に対する僕の見解をお伝えしていきたいんですけど、僕はこのレンタル移籍って僕非常にいいんじゃないかなって思ってるタイプなんですよね。思ってる、派なんですよね。その理由はですね、やはり、まあ、特にジャイアンツという球団においては、まあ、3軍までありますと。ただ、まあ、2軍の試合でも、先ほど言ったように5名しか出れないっていうのがあったりとか、まあ、3軍の選手というかね、育成選手も非常に多いというところで、ちょっとね、まあその試合不足というか、そういったところはあるんちゃうかなというふうに思います。逆にそのソフトバンクなんかは、まあ4軍制を取っておりますから、その各軍がね、ある程度独立しているところがあるので、
そういうところで、まあその試合数であったりとかっていうところは、確保、おのおののね、選手の、チャンスっていうのは確保できてるんちゃうかなというふうに思うんですけど、まあジャイアンツという球団はちょっと、3軍までしかないけど、人数がすごく多いっていうところがあるんで、そういったところでこのレンタル移籍っていうのは、その選手にとってもですね、その、まあ確かにそのジャイアンツの、まあ選手ではなくなるというか、そのある一定期間はね、そうなるけど、実際この場合ですね、ファームというね、ところで投げれるわけですから、その選手にとっても非常にアピールできると思いますし、まあジャイアンツのね、球団がどのように木下選手を管理していくかと。まあおそらく寮に、住んでらっしゃると思うので、まあ、送り迎えとかはしてくれるのかな、それはちょっとわからないけども、その細かいところわかんないけども、多分おそらくちゃんと試合が終わったら、ジャイアンツ寮に帰ってくると思うので、そういったところでジャイアンツの選手とは、コミュニケーションであったりとか、まあ、施設というかね、いうところは、ちゃんとね、ジャイアンツのものを借りながら、試合の時は早手に行くっていう形だと思うので、そういったところで非常に、いいんじゃないかな、っていうふうに思いますし、そのね、経験であったりとかっていうものを、またジャイアンツに戻ってきたというか、ジャイアンツ戻ってきたというか、レンタル移籍が終わった時に、またね、戻ってくると思いますから、その時に、還元してもらいたいなというふうに思います。で、多分ですけど、まあ、こうやって、まあ、他球団に移籍というか、レンタル移籍をされるっていうのは、僕結構期待されてるからだと思うんですよね。やっぱり相手様にも失礼だと思うし、そんなに期待してない選手を送り出すのも失礼だと思うし、やはりその選手を思ってるからこそ、チャンスを上げたい。でも、上げれないっていう現状があるからこそ、そういうね、まあ、決断を、球団はされてると思うので、そういったところで、まあ、その、木下投手はね、どういうふうに、心情がね、どういうふうに、思ってるかは、ちょっとわからないですけども、僕はこの、レンタル移籍という話を、ニュースで見たときに、非常にその、木下投手からしたら、プラスなんじゃないかな。多分おそらく、しっかり投球内容とかも、確認、ジャイアンツはね、されると思うし、それが良ければね、来季、例えば、育成から支配下に上がったりとか、そういったことも、全然あるかな、というふうに思うので、僕も実際、その、3年目終わった時、2年目の時にローテ回ってて、非常にいいピッチャーだな、というふうに思ってて、来年支配下なるかな、っていうふうに思ってたんですけど、ちょっとそこで足踏みしてしまったっていうところがあるので、やはり球団からしたら、木下投手をですね、やっぱりこうチャンスを上げて、もっと大きく育ってきてほしいっていう、思惑というかね、考えがあると思いますから、そういったところで非常に、いい制度。他球団も、もしそういう、なんていうの、問題があったりとか、ちょっとこう、使いたいんだけど使えないっていうね、そういった現状があるんだったら、レンタル移籍っていうのも、どんどんね、活発化というかね、活性化していくべきなんじゃないかなっていうふうに僕は思います。でですね、まあそのルールとしてですね、まあいろいろあってですね、ネット上とかで見てると、まあその木下投手をね、まあチャンス上げたいっていう今お話をしました。で、ネットの声では、逆に早手の選手を取りたいから、ゲットしたいというかね、取りたいから、木下投手を送り出してるんちゃうかっていう、まあ、説というか考え方もあって、僕実はそれも、まあ、そのあながち間違いではないかなっていうのを思ってたんですよね。それ聞いた時にね。で、その、規定としてね、その新規参入球団に所属する元 NPB 選手であれば、そのシーズン中に金銭トレードで、移籍ができるっていう、移籍可能だっていう、規定があるんですね。だから、その、早手の、例えば、ピッチャーとか、まあ、野手がいいのがいたとして、それを取りたいから、早手の選手が一人、ジャイアンツに行くから、減るから、木下投手を出す、みたいな、考えも僕あるんじゃないかな、というふうに思ってて、で、いろいろ調べたところ、まあ、年齢であったりとか、まあ、成績とか、いろんなところ踏まえたところ、まあ、その、西浜、選手ですかね。その元オリックスの選手のピッチャーなんですけど、その選手が結構候補というか、まあそのもしジャイアンツに行くならっていうところだと思うんです。で、まあその山本由伸投手にすごくフォームが似てて、まあ最速154キロというところで、まあオリックスを1年でクビになっちゃったんですよね。そこがちょっとね気がかりというか、僕はそこの詳しい理由というのはちょっとわからないんですけども、でもその動画を見た限り話してるところであったりとか、まあ投球も見ましたけども、そういったところを見る限りですね、まだまだ伸びしろあると思うし、その
素行が悪くて、なんか1年でクビになったっていう感じでは全くないので、そういったところで、ジャイアンツがね、もし、その、ハヤテ球団から、こう、引っ張ってくるというところが あるんだとしたら、まあ、西浜選手かなっていう感じはするんで、まあ、ジャイアンツも支配下枠ね、今68人っていうところで、あと2枠空いてるというところで、まあその今年ね、優勝を目指せる位置にいるというところで、まあその後の2枠というのをどういうふうに使っていくかっていうのは非常にこう僕としてもですね、興味深いところではあるので、まあそこを、まあ西浜選手取るのか、それかあのね、それはちょっとわからないですけども、まあそのまあまとめるとですね、まあその木下投手ね、レンタル移籍で早手球団に行くっていうのは本人にとっては非常にプラスになると思うし。僕はこの制度というのを、まあ、各球団でもっと活発化していく、べきなんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、そんな感じでですね、今日はね、レンタル移籍と、木下投手のレンタル移籍というところに関してちょっと見ていきました。まあ、あまりね、慣れない言葉で、どういう規定なんだろうと思って僕も調べたんです。で、まあ、サッカーとかではよくなんかこう、レンタル移籍みたいな感じで、ニュースとかでね、見たことがあったんで、なんとなく言葉は、知ってるというか、まあ、聞いたことはあったんですけど、まあ、野球で、そういったことってあんまりなかったんで、どんどんそういったことを、新しいこととか、選手にとって、良くなることっていうのは、別に他競技からでももっと引っ張ってきたりとか、そういう柔軟な考えをしていくっていうのは、非常に僕は大事かなというふうに思うので、これをね、皮切りにというか、まあ、他球団の選手もね、いろいろこう、そういう問題があるんだったら、レンタル移籍を使いながらね、しっかり、管理はね、管理というかそのチェックというか、うん、そういったところは、しっかり、しないと球団はいけないと思うんですけども、そこがクリアにやっていければね、全然僕は問題ない制度かなというふうに思うので、どんどんねやっていってほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあやばい。